Bienvenido al podcast de la Japo Latina. En el podcast La Japo Latina hablaré de temas socioculturales de Japón que se pueden utilizar para la preparación del JLPT N3 y N4. Pueden escuchar como una emisora y el tema del día es cómo trabajan los japoneses. Iniciemos. 今日は日本人がどういうふうに働いているかについて話します。1番、外国人が日本で働いて驚いたこと。2番、私の日本の仕事の思い出。3番、日本とラテンのオフィスの違いについて話しますね。外国人が日本で仕事をして驚くのは、家族より仕事が大事な日本人が多いことです。残業、オラスエクストラスが多くて、1週間以上のバケーションはほとんど取りません。それから、能力、コンペテンシア、アビリダよりも、何年長く会社にいるかでお給料、スウェルドが決まることが多いです。長く会社にいることが大切なので、みんな仕事を変えることはあまりありません。すごく時間に厳しいです。1分でも遅れたら良くないので、みんな仕事が始まる10分前には机に座っています。先輩の言うことを聞くことが大切なので、先輩が飲みに行こうと言ったら帰りたくても飲みに行かなければいけない時もあります。私が日本で働いていた時は、旅行会社のツアーコンダクター、ギアトリスティカをしていました。お金持ちのおじいさんとおばあさんのグループをシリア、レバノン、リバノン、クロアチア、クロアシアなどに連れて行きました。私の会社には変なルールがあって、新しく入った社員は髪の毛をショートカット、短く切らなければなりませんでした。私は長かった髪を切りました。いろんな国の歴史や空港でどんなことをしなければいけないか覚えなければならなかったので、会社で夜12時まで働きました。帰る時はもう電車の時間は終わっていたので、家まで自転車で帰りました。先輩には仕事ができなくて毎日怒られました。でも先輩は私が良くなってほしいから私のことを怒っていたと思います。お客さんが私のミスで怒ってしまった時は、先輩は私の代わりにお客さんに謝りました。Cuando cometí un error, mi jefa dijo a los clientes que ella cometió el error para protegerme. とても大変でしたが、短い時間でたくさんのことを覚えることができました。ラテンアメリカと日本のオフィスで違うと思ったことは、日本のオフィスでは家族のことを話しません。仕事以外のことを話すのは良くないからです。でも、ラテンアメリカのオフィスでは、毎朝、家族は元気ですか?と聞いてくれて嬉しいです。それから、ラテンアメリカのオフィスで誕生日パーティーをしてケーキを食べたりすることに私はすごく驚きました。日本のオフィスでは仕事と関係ないことはしないからです。初めてオフィスで誕生会をしたとき、私はすごく悪いことをしている気持ちになりました。Cuando celebré un cumpleaños en la oficina por primera vez, me sentí muy culpable. 日本の会社のポッドキャストはどうでしたか ?JLPT にも仕事の話はたくさん出てきます。勉強、頑張ってね。それでは次のポッドキャストで会いましょう。またね。